オーストラアマゾン室。無料スカイプ相談。物価の安い日本の商品を物価高のオーストラリアアマゾンで売れば本業並みに稼げるチャンスです。初心者にも優しい副業。アマゾンで稼げば自由に生きることができます。まずは無料相談を受けてください。2月29日まで無料相談受付中です。こちらにメールアドレスを入力して無料相談を受けるをクリックしてください。 なお YouTube 動画のこの欄にはメールアドレスを入力できませんので動画の説明欄にある URL をクリックしてこちらのページからお申し込みください。一足先にオーストラーアマゾン出を始めた会員さんのサポート実績を紹介します。まず一番目の実績。月売上8万2000ドル。去年2023年の年間売上は98万ドルです。飲食店オーナーが コロナで営業自粛中にオーストラーアマゾンに取り組みました。FBA を使えば、隙間時間に商品を探して、アマゾンに送るだけというのが、アマゾン室を始めた理由です。僕の見通り、本業並みに稼げるようになりました。何でもすぐに質問してきます。商品探し、納品、すべての行動が素早いです。次の実績。実績に、 オーストラーアマゾンとシンガポールアマゾンに取り組んでいます月売上1万ドル、利益は3,000ドル九州にお住まいの、割とブラックな会社勤めの会員さんです2013年に私が出版した本を読んだのがサポート開始のきっかけです本業プラス20万円前後の収入を得られるようになりました現在は初心者向けのオーストラーアマゾン一室のサポートもしています 実績3、月売上1万ドル、乳幼児の子育てをしながらアマゾン室に取り組む会員さんヤフオクと楽天で韓国から輸入した商品を販売していましたしかし日本国内での販売はトラブルが多く途方に暮れていれたところ私のアマゾン室のサポートを見つけていただきました現在は2人の乳幼児を育てながらオーストラリアアマゾンに取り組んでいただいています 実績4。月売上2万8000ドル。長崎県のお住まいの、失業中に Amazon 室を始めて本業にした会員さん。体調を崩して失業中に私の Amazon 室のサポートを見つけていただきました。直近の相談内容です。以前からやりたいと思っていたことがあるので、現在の作業を極力抑えて、そっちに労力や時間を割いていいものかどうかご意見をいただきたいです。1。 個人的に外国人向けの旅行ガイドをやってみたいと思っていたので、英語の勉強や実際の稼働に時間をとっていいものか、お金にはならないと思います。2、プログラミングの勉強。副業にできるレベルまでなればいいのですが、一度取り組んでみた上で、無理そうだったら趣味程度に終わっても構わないと思っています。Amazon 室で稼いだおかげで、このようにお金にならなくても、ね、好きなことができる環境になりました。 この会員さんは、売り上げをね、このように、月ごとにまとめて報告していただいているので、推移がわかります。6919ドル。これは2022年の実績でしたけど、年末には2万6000ドルになったと。そして翌年、ね、2023年、去年の6月には2万8000ドルになっています。次の実績5、月売り上げ5万ドル。 中国にお住まいの会員さん。この会員さんの本業は日本国内向け物販の中国サポートでしたしかし日本での物販は稼ぎにくいのでサポートも稼ぐことができませんでした私の YouTube を見て輸出の方が効率よく稼げるのでは,ではないかと考えてサポートを受けていただきました目論見みり Amazon 輸出を本業にして稼いでいただいています 現在は相乗りを防ぐためのブランド登録の活用方法をサポートしています。世界的に見て日本の物価は非常に安いです。物価の安い場所から物価の高い場所に物を動かすのが物販の原理原則です。日本に住んでるなら輸出ビジネスで稼がないのはもったいないです。なおこの5つのね、実績、それぞれこの動画のここをクリックしてもらうとそれぞれの解説が載っています。 まずは、2月29日まで無料スカイプ相談を受けてますので、そちらを受けてみてください。こちらにメールアドレスを入力して、無料相談を受けるをクリックしてください。YouTube 動画のこの欄にはメールアドレスを入力できないので、動画の説明欄にある URL をクリックしてお申し込みください。日本に住んでるなら、Amazon 室で稼がないともったいないです。